じゃあまあなんか一斉ので行ったりしてお互い確認をしてからスタ、まだもう始めちゃっていいんですか？もう始めていい。大丈夫大丈夫。オッケーオッケー。じゃあもう録画開始してるらしいので、録画開始してるらしいので、あ、いいそうですよ。じゃあ、まあ、開会、まずあの劇的に一言。誰が？なんかあれ、あなたが。あ、僕？あ、じゃあ、今日皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。ジョニョハイ最終日なんで、まあ、最後ギルティ皆さん楽しんでプレイしてください。よろしくお願いします。というわけでもう気づいたら始まってました。先鋒戦は、誰だこれは、レイジさんのベノムと薬生さんのアクセルか。開幕ラッシュ毎晩体育よく見てた。バースを使わせて、あ、航空から走ってキングスパイク、ここはコンボ繋がらない、ダウン奪ってリビス、わーく投げ落とす、弁天繋いでダウン奪って前番タイク、タッチパン連打してダメージ取っていく、ここは飛びが通ってバースト、しっかり拾った、これは前一本選手はアクセル、アクセル、すいません目を離してました。2ラウンド目はアクセル側がゴリティル、8番引っかかって、ここはバースト読んでいた、しゃがいさ当たらない、前番前ハイリビス、画面端、ここは8数を打っていた。さあ先に先行倒すのが通ピ側テレサさんのチームですね。時報出てくるのはあれ同キャラなんでなぜ同キャラ。ここで出てくるのは同キャラ戦、アクセル同キャラなんて1年に1回見れるか見れないかぐらいだよ。あ、アキラさんのアクセルとヤクセルさんのアクセル、パワーっていく、ボンバーからバーストカードして、ボンバーボンバーボンバー、お席に狙う、足場でこすっていた、投げは返して前ハイ、弁天画面端、前ハイエスライエからワンコンボ拾って、リーボンバーボンバー、日本選手はアキラアクセル、開幕シャガイソースバースト、これは美味しかった、はい D FB ボンバーボンバー、足場に越して画面端飛ばない、シャガイ前ハイ、弁天警戒警戒していた、シャガイスから前系シャガイス、はい D コク体力がドット、ライヤー通す、通して画面端を維持、スケダマカード前ハイカウンターダスト、これ当たった、しかしミスってしまい中断でした。1-1、当たって前ハイガード、避けてバースト、前パンタイク、さあ前ハイがカウンターで当たるとこれは痛いよ、下バックシャガイス D は当たらない、前ハイ弁天まだあるか、
もうさすがに払って青根八ベテンタッチパン、あ、いい感じで。おのこさん、ハイザラ取りに行きました。しっかり倒して時報戦出てくるのはミリア。ここで出てくるのはおのこしミリア。おととい岸高さんとガチってたミリアですね。嘘は言ってないですよ。ガチるとかあるんですか。ダイエットガチっていうのをしてます。負けた方がダイエットっていう、負けた方が将来的にはいいっていう。いや結局あのおのこしさんがダイエットすることになったはずなんですけど、もうガリガリなんでとかもうよくわからないことを言ってました。投げて KD D ダウン割ってプリメイズ K ダウンはガード画面端針から中段はもう弁天が置いてあった。針で避けて投げてまだか走れない。アイポン選手はアキラアクセル開幕前ダッシュ前パン落とせるか。針使って落として弁天長谷勝ち助け助け勝手に爆発した。しかしエリアルはいけない。エスターオから走ってきたかった。プリティミズ弁天コロコロが投げてダッシュが出ない。ガンダッシュ画面端針でごちゃごちゃにして投げて前パン前ハイ。これは避けられると危ない。ハイディーコク体力はもう残り少ない。しかしやめないバナナボート金融スパイク。ここはめくってしまってまだあるか。ワンチャンスあるか。ノーチャンスだった。で、2P 側が、あ、 1P 側が2立て残っているのがジョニー、ポチョムキン、ジャム。今 2P 側が相談中ですね。あ、東北からお越しのアキラさん。現在2立て中で中堅出てくるのは遠征者対決。ああそうか、もうそうか、6人チームが1個あるから 6-6 にすればいいわ。ここに入ればいいわ。この人と同じ普通に6人集めたみたいになってる。あ、 DC ジョニーの登場。じゃあ、じゃあ、からバース使わせて。あ、これジョニー大丈夫か。使って上手ブレ打ってキラジョーからワンコンボ。あ、これは使わない。あ、結構ゲージなかった。投げて総裁バースト前蹴遠征が。ここは下幕 D ボンバー連戦ダーバって体力はほぼゴム。終盤青キャンから走って前ハイヒット。下ハイは空中くらい。こうなるとパチパン連戦で牽制して一本取っていく。ベテン前ハイ S ベンテン青からバース警戒コイン当てて
前ハイ差し込む、これはなかった。ワンコンボバースト、ダメ端、パチンヒット、イン、補正も切れていた。これがオーラ11。3ラウンド目、コインコインコイン、新手連戦、マイハイヒット、パチパンが空中、空中ぐらい、下バックから KD ボンバーは当たらない。ラインを上げる、相打ちしてしまってマイハイ、スカらせてレベル2からワンコンボ、ダウン奪って、奪ってなかった。手上の空対空もガード投げて、ワンコンボ、体力は5分、マイケイカード投げて、 KPS バースト、 SD、 これはさすがの貫禄、ジョニーで勝って、ていうか負けたらやばかったのか。中堅戦、お互い2人ずつでやられてるのかな。出てくるのはランさんのアンジアンジジョニー、開幕風神通してジャンプハイダウン奪って、風神相打ち、コインコインラインを上げる、ジャンプハイ置いてあった、投げてコイン当てる、ワンコンボ、遠線がここで鎧を脱いだ、バーソー立ち手ヒット、バーソー使わせて、これどうする、ジョジョブレス勝っていた、ワンコンボエリアル、体力が残り少ない、ガイスをしてステップ投げ、キラジョーからダウン奪って、体力ドット、遠線がで補正切り、おっと自力がある、壁際の GC 一本選手、ジョジョブレス勝ってワンコンボ、コイン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 投げて、フジB 回はジャンプで避ける、レベル3対空、マイケ、さあガンガン押してくる、ガンガン押してくる、そしてパージー振り向きます、これは画面端行ってしまって、ジョジョブレ、マイケバーストはガード前捨て投げ、遠線が前パンタイク、上は見ている、で残っ、ワンピが、ね、残っているのが、ノーネームスレイヤーと FAB ポチョンキンかな。今日は9チームです。ああ先に出てくるのはノーネームスレイヤー、スレイヤージョニー、さあここでも DC 節は炸裂するのか、コイン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 、さあここは完全に逃げてコインを使わせる作戦か、エリアル、しかし関係ない、捨てたいものは捨てる、おまで拾えちゃう、マイハイの補正切りはジャンプで回避、ビッグワンパー、これはみんなどこ行ったんだ、ここにレベルを貯める、さあ気づいたらスレイヤーの体力は残り少ない、ジョジョブレは使っていくが、ここはバーソー、ダバソー立ち系立ち配、一本選手は壁際の DC、 さあこのまま3盾まで行ってしまうのか、レイトもガード画面端に逃げて
コイン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 、コーパンコステ、さあ、エース当たらない、拾えてしまうのがジョニー、オッケー、上場プレイ、前捨て投げ、コイン、遠征が、はい、エリアでいけないジャイアンツ遠征が画面端デビに打つ、平場で攻め継続、コイン投げて、これはバース当たらない。あ、どうするジョニーが飛び込んで、アッパージャンプで避ける。あ、これ少しジョニーが厳しい。前捨て前捨て前捨て、さすがにそれは通さない。1-1最終ラウンド、コイン下段からマッパーつないでワンコンボ、もう1回ダバダバファイルワン、あーレイトで落としてマイケル空中ガード、シャガイサイクよく見ていた。ここはしかしジョニーが反対側に行ってしまう。デブにつないでオーバーソー、コインコイン、リオティドーン、まあ 100% あるんでね。というわけで、お、これいい感じに副将戦ですね。残っているのはテレサジャムと聖獣王ポチョンキン。あれ、先に出てくるのは、先に出てくるのはテレサジャム。同キャラをさせる。狙うのは同キャラ。ここでスレイヤーだからポチョンキンというのはしない。副将戦1ラウンド目、スレアジャム千里前杯置いてあって足払い口ヒット、前杯前杯引っかかって足払いから呼吸してバースト使ってしまうが危なかった、致命傷にはならない。ビッグマッパータッチ杯がダウンバーストではないが通る。エディフィールド足払い、マイハイ、マイハイ当たって、ここはゲージ使ってマイハイどんどん千里タッポどんどん死んでしまうのがジャム。 ACRR で一本選手はテレサジャム、前パン対空からタッチハイ KK、 これは必要経費、本当画面端いってる、これも必要経費か、 KKKT、 これは当たらない。呼吸アッパー確定、このラウンドは必要経費だった。1-1最終ラウンド、力人拒否当たって千里千里100歩、あじゃなくて F100 歩どんどんどん、力人口投げはいけない、当て中段ガード、中段当たって前ハイ、イギリスが前捨てで避けている。カップタイプ戦 FB、 FB 合戦、ここでリターンを取るのがテレサジャム、ドンドンドン、前ハイヒット、コパンではバスト対応にはならなかった。しかし飛び込んできた、しっかり必要経費を生かして、か、先に対象戦対象出てくるのは FB ポチョーキン。先に大将出てくるのは FAB ポチョムキン。大将副将戦 FAB ポチョムキン VS テレサジャムキンキン、ごめんなさい。もう始まっていた。さあ気づけば画面端 PPP マリオからビギリン、あ、まあ、立ち系はガード当て投げ、ハンマーは当たらない。
8割バクセガリー激凛ガード、これはガードできなかった。マイハイ呼吸して激凛はガード使っていた。2ラウンド目ファンから呼吸ピキンガード、ファッチャー、ここはあえて打たないという選択肢から FB アポ、ファッチャー激凛、繋がっていないけど気にしない、マイハイヒット、これは美味しい。 FB ドンドン、これは殺せるか、ファッチャーファッチャー、まだ生きてるが11、楽しそう。さあ、ツビがリーチ、こしのげる回復日、飛び込み通して呼吸、マイハイ2段目が当たってしまうと痛い。ドン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 、さあポチョム金でこのヘリパチパンでバックで吊るして、追強化竜神、あ分が悪いか、バイソ使って体力が少ない。ここはホチフミス、ワンチャンス発生、スライドヘッド、下段でした。これは全然ある、全然ある。あ、お互い50、下段ガード飛び込んでスローバミス、 FB がスカッて当て投げは読んでいた。パチパンタッチパン ES、 勝ったのはツビガーテレサチーム。じゃあ今勝ちましたチームは、今からやる2回戦の勝ったところ と、対戦してもらいますので、まあ、もう少々お待ちください。すぐこの次の試合の後に呼び出します。今日はそのまま負けなしで、負けトーナメントなしでやっていきます。だけど第2試合いきます。ラークさんのメイ、島次郎さんのザッパ、あ、はい、呼び出しだけやっておきますね。亀さんのディディ、ゴドルフィンさんのメイ、チョナリさんのザッパーは影響隊、こちらの方までお越しください。で、対戦チーム、対戦相手、ヨアナさんのチップ、ブルーさんのメイ、ショウさんのメイ、ムノジさんのポチョムキ、ミツルギさんのザッパーのチームと対戦ですので、こちらの方までお越しください。メンバーの半分以上がメイとザッパだよ。そうだね、メイとザッパ多いな。メイザッパ、ディジーメイザッパ、すげえチームだな。チップメイメイポチョザッパっていう、メイが全部ここの